皆さんこんにちは、運転手の翼です。本日もこちら一芸アプリ駅メモを使って鉄道の旅に出かけます。駅メモに限らず一芸アプリってスマホやタブレットの GPS の精度に結構左右されやすいですよね。特に地下鉄なんてもうすんごいことになってます。というわけで今回の動画は横浜市営地下鉄全駅制覇を目指しながら地下駅の GPS とバトルする動画にします。現在の合計駅数5206駅です。下手すると地下駅全駅で降りる羽目になるかもしれません。果たして駅メモと私のスマホは地下駅の GPS に勝てるのでしょうか。それでは GPS とバトルする横浜市営地下鉄の駅メモスタートです。さあそれではいよいよ横浜市営地下鉄乗っていきましょう。全駅制覇目指さないんだったらいっそのこと快速列車であざみ野まで行くんですけども、もし万が一 GPS 作動しなかったらってことを考えて普通列車のニッパ行きっていう列車に乗ります。1999年に全線開業した横浜市営地下鉄ブルーラインで湘南台を出発し、下飯田、立場、中田、踊り場、戸塚までは順調でしたが、舞岡駅で降りました。GPS 次の下長屋がヒットしてしまってるんで急遽降ります。あ、ちょうど途中の階段で舞岡ゲットします。しかもなぜか舞岡が黄色新駅、一体いつ舞岡駅ゲットしたんでしょうね。それではすぐ次のあざみ野行きに乗ります。到着したブルーラインの3000型の三次車、3000R 型で舞岡を出発し、下長屋、上長屋、江南中央まではチェックインできましたが、さて上大岡に来ましたけども、あ、ちょうど今ホーム上で上大岡駅が GPS ヒットしました。乗車している位置にも左右されるんですね。上大岡を後にし、愚明寺、牧田、吉野町、坂東橋、伊勢崎長者町、関内、桜木町、高島町まで来て、まさかの現在横浜駅に到着しましたが、なぜか三沢下町です。まあ乗り放題の切符ですし一旦改札出ちゃいましょうか。結構寄り道ちゃいましたが、なんとか横浜駅チェックインできましたんで、この次のあざみ野行き乗ります。横浜でちょこっとお買い物を楽しみ、三沢下町、三沢上町、片倉町、岸根公園を通るとまたもや、新横浜駅に到着しましたが、GPS がすごく荒ぶってます。東横線の綱島だったり、あとなんか田園都市線の駅もヒットしました。そんなことから一旦、列車からホームに降りました。電光掲示板ありませんね。まあ次の列車待ちましょうか。到着したブルーラインの3000型三次車、3000R 型の日派行きで新横浜を出発し、北新横浜を通り電車の終点日派で快速に乗り換えます。なんとか日派まで来ました。ブルーラインはあと5駅ですね。乗ってきた列車は日派止まりですんで、一旦ホームに降り立ってだけです。反対のホームに快速のあざみ野行き来ますけども、快速って言いながらもあざみ野までは各駅に止まります。残る5駅もこんな風に地上駅だったら結構楽ですよね。日派からは各駅に停まる快速に乗車し、中町台、センター南、センター北、中川を通りブルーラインの終点あざみ野に到着したところで、ブルーライン全駅制覇、さらに全駅制覇した路線数が350路線突破の称号をゲットしました。あざみ野駅到着しました。ですが特に滞在する意味もないので、そのまますぐ折り返して次の列車乗ります。さあ今度はグリーンラインを目指します。わずか10分弱の滞在時間であざみ野を出発し、中川を通りセンター北で乗り換えます。センター北まで戻ってきました。これでブルーラインとはお別れですね。さあ今度はグリーンラインに乗っていきましょう。どっち方向行こうかな。46分中山行き、47分日吉行き、じゃあ中山行き乗りましょうか。ホーム一つだけっぽいですね、島式ホーム。さっきのブルーラインは第3機場でしたね。
上に架線がないタイプです。でこっちのグリーンラインは上に架線があるので、まあ普通の何でしたっけ、架空でしたっけ、なんかそういうやつですよね。で結構架線低いとこに張ってあります。この自撮り棒とか怖いですね。2008年に全線開業した横浜市営地下鉄グリーンライン、かっこいいデザインの1万型でセンター北を出発し、センター南、都築ふれあいの丘、川和町を通りましたが、終点の中山に到着しましたが、いまだに一つ前の川和町駅に GPS がヒットしてます。一回改札出ましょうか。上に上がれば上がるほど GPS 作動しますんで、ちょうどエスカレーター乗ってる最中で GPS が中山駅にヒットしました。まあこの勢いならラーメン二郎って感じもしますけど、もうお昼ご飯はチキンカレー食べちゃいましたんで、そのまま折り返します。折り返して今度は反対方向、日吉方面に行って終点の日吉を目指します。 JR 横浜線との接続駅中山を出発し、川和町、都築ふれあいの丘、センター南、センター北を出たところで、新しいグリーンラインもうまく GPS ヒットしませんね。そんなわけで北山田駅で降りました。一つ前のセンター北や一つ次の東山田がヒットしちゃいます。改札口に近づくとやっと北山田駅がヒットしました。いやほんと GPS に恵まれませんね。引き続き日吉を目指します。眠さと疲労が溜まってきた状態で到着した1万型に乗車します。北山田を出発し、東山田、高田、日吉本町まで来て、本日最後の終点の日吉に到着ですが、相変わらず GPS は1個前の日吉本町のままです。エンディング撮影するから結局改札からは出ますけどね。もう少し改札階に近づいて GPS が作動するのを待ちましょう。上まで登り日吉にチェックイン。グリーンラインも全駅制覇しました。また改札口の近くまで行って、やっと GPS 反応しました。さあ今回の駅メモの旅、皆様いかがでしたでしょうか。だいたい6駅ほど列車から降りちゃいましたね。やっぱり地下鉄ですんで、地下にいると GPS うまく作動しませんね。列車から6回ほど降りてしまったということは、 GPS との勝負はどちらかというと負けですよね。どうか皆様も地下鉄に乗ったまま駅メモするときには十分ご注意ください。そして合計駅数5229駅になりました。コンプした路線の数は351路線。なんとびっくり、あと28駅でマスターオブ神奈川達成です。JR 御殿場線と港未来線、それから相鉄線とシーサイドライン、おそらくこの4路線を制覇すればマスターオブ神奈川達成です。さあ横浜市営地下鉄で GPS に奮闘するこの動画、ちょっとでもほんのちょっとでも面白かったら高評価、コメント、そしてチャンネル登録お願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。もうそろそろ帰りたいな。でも一応横浜でちょっと寄り道。